あ、でも全部書いてあるか、ええ、つうか。ハイスクールディプロマって書いてある。あ、でもこれ本当にここの MFA のとこだけが BFA になれば OK なやつ。どこにアイエルツのことと書いてる？あ、入学必要書類ってとこです。専攻コースの左側ああ、に。ここね、ここね。そこにトーフルアイエルツ書いてあるんで。セントバってさ、GPA 3.42 がないといかんのか。一応、目安としては必要だって書いてあるんですけど、うん。まあ、GPA がそこまで必要なのかと言われたら、なんか多分クエスチョンではあると思うんですけど、うん、まあ一応でも書いてありました、GPA。ねえねえ、これさ、RCEM 入れてくれん？イギリス。ロイヤルカレッジバート。ああ、ロイヤルカレッジオブアートも入れますか？わかりました。うん、それは絶対入れた方がいい。セントマ、ウェストミンスター、ロイヤルカレッジバートは入れよ了解です。う。パーソンズスクールオブデザインとさ、あたし、あれ足して、プラット。プラットも、はい。うん。と、LA にさ、あるさ、学校わかる？ちょっと僕それわかんないです。それも入れてほしいがよね。ちょっと プラットですね。待ってよ。プラット。FIDM。FIDM。が LA にあるがって。そうですね。それ大学に送るわ。FIDM。フィルム系のやつですか？ファッションシュートデザインマーク。あ、PA の子が一人行った子か。そう。結構有名なんですか？なんか、でも、オプションとしてすごい面白いかなと思ってて。そうですね。コスチューム系の学校ですね。確かここって。うん。そう、それも入れるといいかな。で、そこ入れたよ。で、IFM、カレッジオブアート。一応さ、まあ、縛りとした英語でやれるとこって限定したいじゃん。はい、それで2周してはあります。ね、だから IFM、パリスから違って OK。ベルギーはアントウェルベン、ウェルペン、王立芸術院。え？アントワープってさ、アントウェルペン王立芸術で学院っていうか、日本語で。そうです。アントウェルペンな？アントウェルペンです。アントワープじゃないが。なんか、ここ、アントワープって、なんかすごい不思議な作りになってて、なんだっけな。ちょっと待ってね。なんかアントワープで調べて出るとこが、ユニバーシティオブアントワープってとこになるんですけど、普通に。なんか、アントウェルペンなんですよ。この、なんていうんですか、なんか、このロイヤルアカデミー・オブ・ファイン・アーツ・アントワープっていう中に入ってるのは、アントウェルペン王立学校って中に入ってるロイヤルアカデミー・オブ・ファイン・オーツ・オブ・アントワープなんですよ。大元はアントウェルペン王立美術大学っていうところの中のファッションスクールっていうのが多分このロイヤルアカデミー・オブ・ファイン・オーツ・アントワープなんですよ。でもさ、これちょっと分かりづらいけどさ、アントワープにしようか。どうせみんなは知らんろ。あ、じゃあ全然なん大丈夫か、です。アントワープで。はい。ここは一応アントワープにして、アントワープ王立芸術大学にしよあ、大丈夫です。全然。あ、う。それ、で、多分、翔さんの方で変えれちゃいます。だって太郎くんどの道足していくじゃん。足していく。あ、そっかそっ俺がか。これでまた変えて保存しても2個になる。で、マランゴーにポリモーダでいいよね。なんか最近さ、すごい聞くけどさ、タイ君ポリモーダよね。はい。ポリモーダの方がさ、今なんかいいんじゃないか説出てるね。マランアゴントニーワーですプより。か。アントワーあ、あプより。れなんですよ。アントワープの先生とかがポリモーダに移ってるん違でうすよ、今。ね。そう、なんかリンガンロッパが、アントワーリプンダロッ6パを育が。てたリンダロッパがおるわよ。
そうです。で、だからそのリンダロッパが、ドリスバンのスピーチができたりとかして、スピーチさせまくってるんですよ、今。で、リンダロッパが今年からまた、ちょっとファッションの方に力入れるってなって、ポリモーダ主体でいろんな、ずっと理事長みたいなことやってたんですよ、ポリモーダで。もう10年ぐらい。うん、もう10年ぐらいになるんですけど、ずっと理事長みたいな感じで、ちょっとこう、名前をこう潜めてたんですよ。アントワープシックスが出てから。うんうんうん、でなんか今年から急に、いろんなコンテストとかの、コンペとかの、審査員やり始めたんですよ。ポリモーダの理事長として。理事長というか、学長っていうのかな。理事長はまた上にいるんで。一応今のファッションデザイン学科の教授としては、なんかその、今のダイレクターの、なんか、もともとフェラガムでやってた人の右腕の人が僕たちの教授になるんですけど、うんうんうん、その人がまあプロフェッサーで、その人のボスがダイレクターになって、うん、この人のボスがリンダロッパなんですよ。どういう立ち位置なのかちょっとわかんないですけど、ちょっと偉い人です。ただ、ファッション学科の。ファッションとビジネス全部統括してるはずなんで、リンダロッパが。トップです。リンダロッパーがね、おるきすげえっつう話を最近聞きよって、タグ君の決断はすごいいいんじゃないかっていう。いや、そう、そんな気が、いろいろ調べてって出てきたんで、あれみたいな。なんか、だから僕思うんですよね。アントワープ6に憧れてアントワープ行きたいとか思うんだったら、ポリモーダ来たらいいのにって思うんですよ。もう。うん。多分こっちの、今ポリモーダが結構、そこで教えてた人、まさに教えてた人がそこで、その DNA 継がせようとしてるんで。うんうんうん。なんか、調べれば調べるだけ、ウィーンが安すぎて、笑えてきちゃうんですよね。806 ふざけてくれるよな。こんなん出されたらみんなここ行きたいよね。だって、授業料11万やろ。ダメんだね。いや、そうですよ。だって、これ見てください。全部込みの1年間の生活費が、学費より安いんですよ。ハーグの。ね、ね。これは、あとさ、R と入れちょこう。R と。R とですね。はい、了解です。はい。R と出しましょう。フィンランドですよね。うん。R と、マジで見づらいんですよね。見づらいね。で、R と誰か受かった？受かってないです。受けたよね、でも。なっちゃんとこうくん。だけだよね。受けたの。はい、僕、大学院だけです。僕たち受けてないです。大学院はレベル高いよ、さすがに。大学アールトっていう選択肢もありやけどね。ありですね、アールト。だ僕今ちょっとイリスのやつ見てて思ったのは、うん、大学院アールトありだなと思ったりとか。ね、大学院アールト、うん、面白そう。多分、結構ゴリゴリのテックとあれの研究系よ。そうですよね、なんか、だからそれこそ、うん、なんていうんですか、ザ・テイラードっていうのはイタリアで4年間みっちりやらされるわけじゃないですか。イタリアンテイラード、うんうんうん、しっかり、なんていうの、うん、もう、アナログの作り方っていうのは多分4年間でみっちりやられたところに、うん、テクノロジー乗っかったら、なんかいいもんできたりしちゃったりしないかな、みたいな。できたりしちゃったりすると思う。だからちょっと大学院は、テクノロジーちょっと強いが大学院選ぼうかなと思ったりしてます。うんうん。パーソンズも強いですか？テクノロジー系。パーソンズとか教えたらくれんよ。俺だって自分でやるよってだけやき。ただ、設備はめっちゃ整っちゃう。あ、そうですね。うん、好きにやってみる。すごいですよね。設備さえあれば自分でやるかやらないかじゃないですか。もう、どの学校でも多分。うん、うんうん。でも、翔さんってやっぱその PCA の大学院の MA の経験があったから、ある程度分かったから出来触れたって感じですか？俺ぐらいよ、3D プリンター触れよったの。ああ、やっぱそうなんだ。俺と、あと、おっくんもめっちゃ 3D プリンター使いこなしよって、その時。おっくんはなんか夏休み期間中とかに日本帰ってきて、はい、その 3D プリンターのなんかそのワークショップじゃないけど短期講座みたいなの受けて、使い方マスターして、で、今、ジュエリーとかも出力それでやるよ。そう言ってましたよね。そう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 。だからなんか、やり方分かればやれるって感じ。でも教えてはくれんよね。で、俺の PCA のところは、まあ教えてくれる人はおって、いろいろ聞いたけど、最終的にアレハンドルに聞いた俺。ああ、そっかそっか、そういうことか。アレハンドルに手引きしてもらって。びっくりしたんですけど、PCA って学費めっちゃ高ないですか？そうだ
これは全部の額なんですけど、ね、トータルの額であれですけど、あの1年間の、あの学費以外もかかった額なんで、400万ぐらいなんですけど、実際。あ、これ何足しが？あ、これ住居とか全部その他のやつ。ああ、そうかそうか、こっちが学費。こんだけするんですか？学費380万ぐらいするよね。安ないやんと思って、PCA って全然。全然安くない。だってプライベートのアメリカンスクールやでね。IFM の方が安いやんってなってびっくりしました。そう、IFM の方が安いやんになるよね。そう考えるとさ、やっぱ、え、FIT 安いやんってなるよね。ポリモーダも安いですよね。だから。一緒の額ぐらい。ほんとや。そうやね。そう考えると、ポリモーダ何がいいって。ハーグってめっちゃ安くない？ハーグ安いです。オランダやっぱ安いです。そうやね。ネザランド。ポリモーダも、ポリモーダでもこれ4年間この額固定なんでいいんですけど、FIT 値段がどんどん上がっていくんで、1年ごとに。そうなの？上がってきます。1年生と2年生と3年生、4年生で値段が違うです。AS から BFA に変わるんで。あ、そっか。はい。それは年によって変わるんで、僕はちょっとこれもう AS の最初にかかる1年目の値段しかかけてないんですけど、平均値が出てこなかったんで、うん、FIT に関しては、そこの。あ、まあ、触れ、動いても、こっから40、50万プラスされるかされないかぐらいなんで。ああ、そう考えると、セントマも結構高いね。セントマ高いです。あ、でもセントマこれは、あれ、うん、ファンデーションじゃない方です。ファンデーション、声、あ、大学入ってから大学入ってから3年間のこの額です。ファンデーションと多分300万ぐらいよね。280とか。ファンデーションは100、1万5000ユーロ、ポンドとかだったんで、200ちょいぐらい。200ちょいぐらいか。そっからグッと行くわけね。ウェストミンスターは結構良かったですね、値段も。そうだね、ここあれやんね、あの、ベントレー行けるところね。そうです、ベントレー行ってるところです。そうだね。でもウェストミンスターが一番見やすいウェブサイトでした。なんかデザインもそんな感じもね、なんか分かりやすい感じの。一番見やすいの、助かった。ね、このウェブサイト見るのが億劫になるんですよね。わかる。安すぎて。オーストリア。うん、いいんじゃん。オーストリアの生活費。は、一応なんか調べたところ、これぐらいでした。うん、月15万ぐらいって、オーストリアは。家賃とか入れてね。そうです。そう考えるとやっぱ高いよね。ニューヨークは。高い。高いです。やっぱちょっとぶちつけてます。でもフランスとニューヨークが一緒ぐらいなんですよ。生活費？はい、一応調べたところ。うん、まあ、俺の体感で言ったらパリの方が安いけどね。家賃が全然違う。探せばって感じ。あ、まあそうですね。うん。まあ、まあでも結局一緒。なんかこれと東京の方が安いと思うけど俺。なんか、そんな感じよね。で、英語の点数はやっぱりみんな結構パーソンズって7必要やったっけ？ 7 入れます。こいつらめっちゃ名門校かましいわいね。よくこれでさ、あんなに留学生おるよね。そんなに。ただ多分パーソンズ、IL ちょっと待ってくれたら、あ、でもトーフル92は絶対なんで動かなかったですよ、ここは。そうだね。はい、パーソンズ、そこの壁が高い。うん。IFM の 6.0 に関しては、ぶっちゃけあってもなくてもって感じです。そうだね。なんか、はい。カッコぐらいでいいよね。カッコって感じなんですけど、でも提出するフォームはあるんで、一応。うんうん。ただ、本当にこれ確認してるのかなと。写真送れって言われてるんで、まあ、確認はしてるんですけど。アントワープとか、もはやもう言葉、なんとなくよね。このあ、このサーファーっていう、サーファーってめっちゃレベル低いろ？いや、違う、サーファーは、トーフルでも IELTS でも、デュアリンゴでも何でもいいんですけど、英語のテストであれば。うん。そういうなんかサーファーっていう表があるんですよ。その表に、うんのレベル2のところにある点数何かしらで取ってたら OK よっていうやつです。まあ、何でも OK です。大体、結構レベル低いな。あれ、サーファーレベル2は IL2。いや、さすがにサーファーレベル2は IL6.0 ぐらいですね。あ、嘘。はい。うん。大体。じゃあみんな基本 IL6 やね。そうですね。HS って何？あ、ハイスクールディプロマです。あ、ハイスクールディプロマね。はい。
インターナショナル。見て。ファッションデザイン、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 ファッションデザイン。もうこれちょっと動画で使いました。あ、で、著名ね。著名な人で言った、はい、マック・イン、ジョン・ガリアン、そろそろね。クリストファー・ベイレイって、ウェストミンスターの、はい。アメリカ、マーク・ジェイコブス・アナスイ。マイケル・コース・カルバクライ。これがさ、めっちゃもう色が出ちゃうよね。わかりやすく。そうですね。出てます。もうここはめちゃくちゃ出てる。ね、もうビジネス持ってきたか、アートに走ったかみたいな。ね、確かに。な、そろそろ。いや、この PCA がちょっと、ちょっとこれ、あれなんですけど、トム・フォードも PCA なんですよ。あ、パーソンズのパリの時やら？パリの時なんで、そのメンバーが結構なってるんですけど、PCA じゃないんですよ、その時って。そう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 。だから僕、入れてなくて、一応パーソンズの方にもトム・フォード入れてないのがその理由で、パーソンズのアルミナで調べると、トム・フォード出てくるんですよ。で、PCA のアルミナで調べると、トム・フォード出てくるんですよ。出てくるよね。だって、あそここうやったっけね。はい。だからちょっと。ここにトム・フォード入れちゃったらいいんじゃない？発掘。じゃあ入れときます。うん。了解です。公式で言うなら、まあ、シェアし言うんじゃない？そうですね。うん。マルジェラ、ドレス版の店。うん。マランゴーには、フランコ・モスキーノ。え？モスキーノ？そうです。モスキーノの、はい、出演。なんでマランゴーには評価が高いんですか？マランゴーには。そうです、そうです。ブランド創設の。そうです。なんでマランゴーには、すごい評価が上がったって。これはあの人です。あの、ゼニアの、スーツのゼニアのデザイナーです。そう思った。そうだな。はい、ゼニアの人です。ルーク&ルーシーは、あれよね、セリーヌじゃないわ。ジルサンダー。うん、うん、はい。あ、これが今の学長です。マッシミリオのジョメッティみたいな。この人はあれです。うん、あの、フェラガモのクリエイティブダイレクターだった人です。あー。2016年。学長、今。が今学長というか、ダイレクターやってて、この絵の上がリンダ・ロッパです。確かにさ、リンの卒業生って誰って感じよね。なんか、先生はすごい著名人やけど、卒業生とかがあんまりピンと来てないね。もう調べても出なかったです。ちょっとここに関しては。そうなの。ごめんなさいでした。まあ、ハーグもちょっとわからんね。OK。はい、で、英語、オランダ語、英語、イタリア語、英語、ドイツ語。はい。留学成立。なちょここ気になるで、ね、留学。あ、それ直しておきますね。それすいません。はい。ちょっと、ね、留学成立 40%。40% しかおらんがいない、むしろ。これあれですからね、ヨーロッパの人口も入れてますからね、このダイバーシティレートって。アジア人だけじゃないですから。だから、うん、オーストリア人以外の人が 40% しかいないってことです。あ、そうか、フランス人とか、そういう人も入れてない。そうです。ヨーロッパの EU の人全部入れても 40% しかいないです。まあ、そうか。オランダ基本的に EU、はい、EU 圏内は多いんで、50% 絶対上にいるんですけど、あそこはいなかったです。で、ごめんなさい、PCA は出なかったです、このダイバーシティレートが。これね、ほぼ100に近いで。じゃ 90% にしときますか。うん、してた。フランス人の人とかマジでおらんけ、中に。あ、わかりました。うん。多分一番高いと思う、留学生で。ああ。IFM も高いんですよね。うわ、FIT ってこれぐらいしかないが？いないです。ほぼアメリカ人ですね。調べ、なんかもう、円グラフで出てましたもん。円グラフだったか棒グラフかなんかで。ただ多分これビジネスの方も入ってるんで、デザインだけじゃないっていうのはリアルにあると思います。ああ。FIT って88% アメリカ人ってすごいね。そうですね。でもそれは結構言われてる。パーソンズって意外と 30% しか来らんが、留学生。いないですね。調べて。パッと見、中国人しか来らんけどね。8割。だからチャイニーズアメリカンだったりとかするんじゃないですか。あー、なるほどね。はい。ウェストミンスター。なるほどね。はいはいはい、はい。ダイバーシティレートが、マジで出てこないんですよ。どの学校も。
そうね。なかなか情報は、なかなかこれも、正直、正確性で言うと、50% ぐらいなのが、学校が公式で出してるとこはいいんですけど、出してないやつは、ブログとかで僕、取ってきてるんで、なんかの人の人数、だいたいこれぐらいみたいな、なんかそういう、なんか、おおよそのやつ出しちゃってるんで、実際の数字とはちょっと異なるかもしれないですけど、まあいいでしょうと。だいたいこれぐらいは目安として、そんなに大きくずれることはないと思うんで。そう、いいでしょうと、俺も思う。なんか、まあこれはなんか参考程度にさ、聞いて、まあ、年代によっても違うしね。なんか、はい、本当になんか、人がおるのかどうなのかはね、人それぞれって感じよね。うん。だってポリモダも 70% とかって書いてありましたけど、うん。去年の卒業生のメンバー見たら、20人中3人だけでしたからね。イタリア人じゃないの。ええー。すごいね。まあ必然的にイタリア語じゃちょっとずつ覚えるね。まあそうですね。生きていく上で。ね。必要なんで、ね。イタリア人の友達いっぱいできるっていいね。なんか情熱的やん。はい、OK。じゃあまあ、良さそう。生活費もあるし。すごい。こんな、これはみんなためになるで。いや、でもまだ大学院あまりにも情報が出てなさすぎて、本当に嫌になってやってないです。うん。でも大学院もさ、まあ自分の進路決めていく上では、リサーチはすごい、これを機にさ、そうですね、いろんなのさ、うん、調べて、ビジョンをさ、イタリアにも実は大学院があるのかとかさ、はい、なんかいろんなさ、情報がさ、入ってくる。そうですね、結構。あるはあるんですけど、1年なんですよ。MA なんですよね、やっぱり。そうね、MA が多いね。イタリアって MA 多いね。うん、ポリモーダも8ヶ月とかなんですよ、大学院が。うーん、MA なんですけど、IFM も MFA、IFM も MFA だったかな。MFA。マランゴーニも MA なんですよ、イタリアは。マランゴーニとかは MA。ただ、イタリアで大学院まで出ると、100% 就職できるんですよ。ほぼ100って感じです。今コロナだからちょっと微妙になったりするんですけど、コロナじゃないときはもうほぼ 98% ぐらいで就職が決まるんです。外国国籍関係なく、もう関係なく、もうどこの会社も大学院まで出た人は欲しいから、うん、面接行ったら基本的に合格するらしいです。で、国からの支援も、国からの支援も出るんで、大学院まで出ると大学生、学生、外国人で。へえ。まあそういう面では手厚くイタリアに残るっていうのもまあ一つの手ではあるね。まあでも、うん、新しいもん見たいですけどね。うん。もう4年おったらまあいいやってなると思うけどね、俺も。4年いて、まあ死ぬ前はイタリアに住むんで、そこさえクリアできれば。ああ、そうやね。でもまあ、それか、死に場所はローマ。イタリアでさ、ローマの。イタリアでさ、4年間やってさ、多分就労ビザが1年もらえるって、就労でなんかどっかで働いてから大学院とかでもいいんじゃない？ 3 ヶ月なんですよ、それが。ん？インターン期間が。インターン期間が3ヶ月なの。イタリアは。イタリア？はい。フランス1年もらえるのに？しかも出ないってこと、出るとかあります。その3ヶ月。マジ？ 3 ヶ月なんか何もできんじゃん。3ヶ月。まあだから卒業して後に3ヶ月間の間に、そこで、その3ヶ月で決められると、大学出てると、うん、あとその企業からの書類の審査あれば、絶対ビザが下りるんですよ、うん、イタリアは。審査とかなくて、うん、もう大学卒業の証明書とその審査あれば行っちゃうんで、基本的にイタリアの今大学行ってる方に聞いたら、基本的に4年生の途中ぐらいからインターン入って、うん、で、もう3ヶ月の時点ではサインもらってるって言ってましたね。働ける。だから結局その3ヶ月は、ちょっと身辺処理みたいな。整理。うん。自分の身の回り整理して、まあ、仕事の近くに引っ越したりとか、まあ、なんかそういう動きのための3ヶ月ぐらいの感覚だよみたいなこと言ってましたね。なるほどね。基本は日本人はすごい好かれるらしいんで、その、職人の世界では。ああ、好かれるろうね。だからまあ、大学まで出てると降りやすいっていう。日本人であるだけで超得やきね。それはそれは。なるほどね。OK。じゃあまあ、これを使って、なんかさ、どうする？どういう流れがいいかな？
用意ドンで入って、どれぐらい、どれ、俺どこまで入っていこう、俺司会者みたいな感じで行こうか、テンション。まあ、最初、翔さんがバーって説明して。ある程度説明して、まあ、この学校説明会みたいなのもちょっと俺代行してやってく、それから大学やってくれて、大学喋ってみる。いや、翔さんがやってください、それは。こういう学校あります。いや、それは翔さんがやるでしょ。これ作る、はい、作るだけで。翔さんやって。こういうのありますよ、みたいなね。あんで、こういう学校があって。うん、まあ、セントマのこと話すときにリッキーに振ったりとかしたらいいんじゃないですか。あ、そうやね。この流れでいこうか。この流れでなんか学校説明しながら、で、まあ、翔さんパーソンズ言ってるし、パーソンズの話して、ね、みたいな。そうやね。学校の話しながら、なんかリッキーとか僕とか広めに。そうやね。だって一応今、受験に対して受けたことあるのがセントマ？FIT、IFM、PCA、マランゴーニ、ポリモーダ。ここに関しては説明ができるんで、どういうポートフォリオがいたとか、僕たちが。そうやね。あとハグか。ハグもいけるんで、ね。どういう感じの面接の仕方だったかとか、説明ができるんで、ね、どんな感じだったみたいな感じを、賞賛的に聞いていくっていうのがいいんじゃないですか。そうやね。結構思ったらさ、俺ら結構もう、なんかもう、大体のところリーチかけっちゅうがやね。ほぼもうせ、制覇した、みたいなもんやん。ウェストミンスター、ね、ミンスターとさ、ウィーンだけじゃない？なんかまだ。ウェストミンスターだってベントリー行ってるから。あ、そっか。じゃあもう終わり。ウィーンに誰か受かってくれたらもう俺らの旅は、第一章終わりって感じだね。アントワープは高校期くんが受かったんでしょ？アントワープは。アントワープもまだや。アントワープは最終まで行ったっていうくだりまでしか行ってないわ。そうですよね。アントワープが。そうね。アントワープは。それ以外は行ってるでしょ。うん。それ以外は行けたね。アントワープは、すごいよね。いや、僕だって本当にただラッキーだと思ってますもんね。コロナで。コロナラッキー？コロナラッキーな気がしますもん。僕、IFM 受かったのとか。そんなことないよ。実力よ。コロナでみんなあの、つながりを感じたかったんじゃないですか。人とのつながり。エモーショナルなコネクション。そうそう、エモーショナル。多分あれがね、結構多分近くに感じれたのはあるんだろうなと思って。その、今の状況と、うんうんうん、自分たちの状況と僕の状況が多分みんな似たり寄ったりするじゃないですか。人と会えないから、うんうん、SNS でしか連絡取れないとか。なんかそこから感じるつながりみたいなとこ。ただ。だからさ、それも面白い。だからさ、ヒロム君とさ、タイガ君のさ、作風が違うきさ、IFM 通って、こっちはハーグダメやったって、なんかそういうのあるじゃん。いや、本当に。いや、本当に。でもヒロムの場合は IFM、ポートフォリオ行ってますからね。あ、まあそうやね。僕、ハーグはポートフォリオで落ちてるんで。スタイルがね、違うんよね。でも、ハーグはもう僕はもうサブミットした時点で、ああ、ダメだろうなと思いながらサブミットしてるんで。まあ、これは受かんないだろうなっていうのが、もうなんか、ハーグの学生のやつとか見てて感じましたもん。あ、まあ、これはちょっと、多分俺が求められてるものは、もうちょっとテク系じゃないですか、ハーグも。若干、アナログとテクのなんか中間ぐらいのところにいるのが、僕結構アナログ全振りなポートフォリオだったんで、テク全くなかったんで、まあ、無理だろうなと。そうやな。じゃあそんな感じで、まあリッキーは作品見せるじゃん、バーって。で、リッキーはなんかスライドショー作るって言ってました。いいよってね。大学君とヒロミ君どうする？もうカジュアルに喋る。まあある程度なんか見せちゃった。喋ります。ある程度なんかプレゼンセンでいきさ、ある程度さーってページは見せちゃった方が分かりやすいと思うけど、どういう。ああ、そうですね。まあ一応じゃあ IFM と他の学校に出した時のまとめたやつを、うん、なんかバーってやってこんな感じで、うん、こんな感じですっていうので。うん、違いとしてはこれぐらい違うけど、うん、まあ、どれが受かる受からないっていうのは本当に運と相性によるんで、うん、なんかパッと見こっちが良くてもこっちがダメでこっちが受かることとかがざらにありますみたいな話ができればいいかなと思うんで、うん、そうね。だからヒロム君にもそれちょっとなんか言ってさ、一応なんか触って見せれるように。了解です。まあ、前日ぐらい、うん、前日どっかで。で多分まあ、あのリッキーが、まあ、一番いろいろ喋りたいの、あの見せながらね。まあ多分そうだと思います。ね、何をやるのか俺も気になるし。喋りたいこといっぱいあるんじゃないですか。そうよね。どんな感じなのか。わかりました。はい、じゃあそんな感じでよろしくお願いします。はい。
お願いします。はい。じゃあ、とりあえず日曜日、ちょっと始まる前に、30分は言い過ぎだけど、15分くらい前に集合しよう。はい、了解です。うん。それでちょっと入って、なんか、もろもろ打ち合わせしてから、本番に向かう感じで、行きましょう、はい。了解です。あとちょっと、シャボン玉どうなったか、ちょっと、チクイチ教えてよ。あ、シャボン玉ちょっと考えて、いろいろやってみます。自分なりに。ちょっと実験して、これが大きく抱けるかどうか。ただまだ携帯のカメラが動かないんで、写真が撮れないんですよ。だから僕の記憶に残してくれない。あ、携帯変えんの？まあ、変えるんですけど、まだ変えるタイミングがちょっと。ああ、まだ長いね。まだなんで。なんで、ちょっと、あれです。僕の記憶に残しながら、こんな感じかっていうので、また来週報告します。はいはい。煙入れたらこんな感じになりましたとか。そしたら、じゃあ、まあ、とりあえず、あれしよっか。日曜日に、改めて、キャッチアップしましょう。はい、わかりました。じゃあ、ちょっとゆっくり休んで。はい、ありがとうございます。はい、そしたらまた、ね、お疲れ様です。はい、失礼します。おーい。